改めまして、こんばんは、ハライチの岩井ゆきです。サビウです。うわ、猛烈にパンサー向井君から電話かかってきてるんですけど、なんなのマジで知ってんでしょ、この録音してる時間さすがに、いやダメだよ、何わざとか、どうします、ダメだよダメだよ、ダメです、そりゃ、はい、だって一回出る、出てみます、今かかってんのまだ、あ今だって、そう、真裏なんですよ。っていうことですよね。移動してきたでしょ、真裏に。そう。ダメでしょ。ただ24時半からなんですよ。あ、まだやってないんだ。ええ。はじゃない。いや、いける？いけますよ。いや、何これ。あ、俺がかけてたんだ、これ。え？昼間に。あー、それの、はい。折り返し？折り返しですね。はい。はい、じゃあ今かけてみますよ。かけるの？はい。かけるの？もしもし。はいはいはい。どうした？さあ、ちょっと折り返し電話くれたのはありがたいんだけど、今、ハライチのターン収録中なんだけど、これダメなら、切るけど、どうします？別に俺らは構わないけど。なんだよ、その、おい！上からふざけやがって仕事してんだよ、こっち！ごめんね、なんかね。中だよ。そう。あ、聞こえてくるわ、あいつの声も。あいつつってんな、おい、普段普段、岩井とご飯食べてるとき、あいつつってんな。ちょっとごめん、なんか、サーブがナーバスになっちゃってるわ。24時半からだろ？そうだよ。そっち。うん。今24時7分ぐらいだわ、こっち。そうなのよ。あ、じゃあ全然だよ。うん。は？半から。全面清掃だな、おい。ごめんね、なんかね。うん。岩井がかけたんでしょ、そもそも。そうそう、今終わって、俺返したのよ。何終わり？池上さんのやつ終わり。おーい！呼ばれてないな、俺。やっぱ仕事被るんすか？いや、向井くんと一緒になった回あったよ、池上さんのやつで。あら、ちょっとこれは。オーディションに落ちた的なことなのかな、競り負けたみたいな、うん、最近あんま出てないよね。おい、ふざけんなよ、ふざけんなよって今負けた感じ出してたけど、先週呼ばれてますけどね。実際は先週呼ばれてますけどね。その構想がすごいですけど。すいません、ありがとうね、なんかね。まあ、後ほどまたかけ直します、うん、はい、あ、わ、オッケーオッケー、はい、失礼します。はい、はい、何、ダメだよ、本当にダメだよ。じゃあ、じゃあ岩井さん、はい、ダメだよ。ダメなんですか？ダメなんです、それは基本的には。基本的にはダメ、基本的にはダメですから。前だって俺出さされましたから、裏完全に裏かぶってんのに。今ちゃんとね、ああ回避してるもんね。そう、完全に同じ時間で俺がなんか出ちゃったの。そうだよね、ああ、それはダメだよね。ダメだよ本来ね。ああ、なんかね、そうそうそう、まあまあいいですわ、はい。